U-20 は、オーストリア・ハンガリー帝国海軍の潜水艦。U-29。U-29 の原型となったデンマーク海軍、ハフマンデン級潜水艦本艦は、オーストリア・ハンガリー帝国海軍の U-29 潜水艦の一番艦である。U-29 潜水艦は、第一次世界大戦の開戦後、同国の潜水艦戦力の増強のために建造が、 始められたもので4隻が建造された。早急な戦力化を図るため、国内のホワイトヘッドフューメ社が、デンマーク海軍向けに建造したハフマンデン急潜水艦を原型として、設計、建造が行われている。1915年3月27日発注。建造所はポーラ海軍交渉。1915年9月29日起港。 1916年9月18日浸水。竣工後、U-20 は先行試験を開始した。1917年3月15日、U-20 は覇者な海峡で、巡洋艦アドミラルシュパウンに衝突された。この衝突事故で、U-20 の潜望鏡は折れ曲がり、司令塔はひどく損傷し、搭載砲も引き剥がされた。7ヶ月にわたる修理の後、 10月20日に U-20 は収益した。最初はポーラを拠点とし、1918年2月にトリエステへ移った。それから3ヶ月間、U-20 はアドリア海北部のタグリアメント川川口とベネツヤの間の紹介を行った。4月7日に敵潜水艦と遭遇したが、攻撃を行うことはできなかった。7月3日、 ルートビヒミューラー隊員が指揮する U-20 はトリエステから出撃しベネツヤ湾へ向かった。翌日 U-20 はアドリア海北部を紹介中であったイタリア潜水艦海 -12 に発見された。海 -12 は最初は先行しながらそれから浮上して U-20 を追跡した北緯45度29分統計13度05分。 北緯45.483度統計13.083度45.48313.083で590メートルの距離で海 -12 は魚雷を発射し U-20 を撃沈した U-20 上院は全員カウと共に沈んだ残骸は浮かばず湯膜のみが海面に浮かんだノート1962年中頃に アドリア海北部で U-20 の残骸が発見された。イタリア人によって7月22日に管理が11月21日には完全部が引き揚げられた。U-20 の環境と艦中部の一部がウィーン軍事史博物館に寄贈され展示されており、残りの部分はスクラップになった。乗員の遺体はウィーナーのイシュタットのテレッシン・ミリ ウィーン軍事史博物館で保存されている U-20 の環境、ありがとうございます。